はい、おはようございます。時刻は今ね、朝の8時40分でございます。今日はですね、これは白尾線ですね。白尾線の報告駅に来ております。で、結構駅の周りですね、民家が何軒かあって、商店もあるんですよ。商店もやってます。で、家も結構ありますね。そこに川があります。で、こういう古いいい駅舎なんですね。報告、これ白尾線の報告という駅です。で、ここですね、見てください。登録有形文化財になってるんですね、この駅舎が。で、駅舎に入ります。時刻8時40分ですね、朝ので。岡山まで、何円、1110円、倉敷820円ですね。あと備中高橋っていう大きい駅で、そこまで230円で、切符売り場って書いてますけど、無人駅で、JR 西日本をご利用いただきましてありがとうございます。報告駅の乗車券など販売につきましては、しばらくの間お休みさせていただきますということで、お休みでございます。そんで、ですね、新見米子行きが1、2、3、4、5、6、結構1時間ぐらい結構ありますね。で、8時32分に行きました。で、次10時29分に乗って新見に行こうと思います。で、こっちが倉敷岡山方面で、岡山行き、あよい行きまでありますよ。で、安州馬庫行き、あよい秋、岡山、脇ですか。で、結構電車が1時間、朝はちょっと少ないですけどね。昼、夕方とか多いですね、こっち。多いです。で、こっから駅に入るんですけど、最初そこ登っていこうとしたんですけど、ですね、そこなんか塞がってて登れないんで、こっちから行くみたいですよ。なんかホームまでの、案内図って書いてあって、で、ここから行けって書いてあって、こう行って、ちょっと、こう行くと、あるらしいんです。駅が。で、ここですね、結構回り道なんだ、あそこいっぱいやつ行けないのかなと思いながら。で、行くと、ここなんか地下道があるんで、地下道をくぐり抜けていくと、階段ですね、登ることができます。で、登っていくと駅があって、どうですか、結構家あるでしょ。で、こっちは山で何もないんですけど、駅結構ありますよね。車も通ってます。わかります、対岸に結構車通ってますね。で、家が通勤あって、結構ホームも長いんです。電車カメラもありますよ。でですね、6両編成でした、電車で。報告って書いてますね。報告、右が備中川面、右がこっちが岡山方面ですね。倉敷岡山方面で、こっちが新見米子方面で、備中川面で、左がイクラだって。ウニ食べたくなってきた。ウニ丼とイクラ丼が食べたくなってきた。バーブーチャーンのイクラですかね。僕はイクラちゃんが大好きです。で、左に新見米子で、右倉敷岡山方面ですね。で、まあ、待合室はさっきの駅のところにあって、ここにも長ベンチがあるんで、夏だったら寝られるかな。今この時期ちょっと寒いですね。今日ですね、あ、そうそう、今日曜日は12月31日です。年末ですね。12月31日です、今は。なので、結構、あれなんですよね。もう年末です。年末年始休暇の方多いんじゃないでしょうか。名所ガイドって言って、なんて読むんだろう。満軌道、北へ14キロ。絹掛けの滝、高さ50メートルって北へ4キロ、結構ありません。鍾乳洞見に行きたいですけどね。鍾乳洞行ったら北へ14キロって行けんのかな。ということで、こちら以上報告でございますね。で、なんかあそこを渡っていくと民家があって、あそこ渡っていくと対岸に行けてということで、あとでちょっと行ってみようと思います。以上こちらですね、報告駅でございました。